はい、こんにちは、そっか塾の皆様、そして億万長者合宿をご覧の皆様、吉田さんの話良かったですね。ポケベルの話とかね、私も知ってるんですよ。それ蛍光灯の蛍光管っていう作ってる会社がですね、蛍光灯の中に蛍光管っていうのがあるんですけども、それをやってる会社っていうのが今日本に6社しかないらしいんですよ。で、6社で釣り合っちゃってるんで、需要と供給のバランスが、新規参入もないし、ものすごくね、給料高くて儲かってるみたいなんですよ。で、世の中が LED ってものに変わって、 LED のその新規参入っていうのがね、今でも起きてるんですけども、先行者利益って言葉があるんですよね。それは市場が膨らむ前に一番最初に入った人が市場の膨張に合わせてすごく儲かるよっていう形なんですけども、これを見つけるのは非常に難しいんですよね。それこそ先見の明があって、投資するお金があって、失敗を恐れずにその分野に突っ込んでいかないといけないんですよ。多分インターネットビジネスのなんですかね、先行して利益っていうのも今はあんまりないと思うんですけども、アフィリエイトなんて始めた頃ってものすごく儲かったと思うんですよ。携帯で着メロとかね、サイトで月収4000万とか5000万とかあったと思うんですけども、ほんとすごい世界だったですよね。でも今携帯の着メロってもうね、浸透しすぎてフリーのものが、無料のものがいっぱいあるんで、今から参入するのは結構ね、難しいのかなと思います。もうライバルが多いですからね。でもその中でですね、業界っていうのは必ず膨張すれば縮小していくんですよ。その縮小していくものの一つが、ポケベルの電波の会社であったりね、私が今お話した蛍光管だったりするんですよ。で、縮小して縮小して、その業界がゼロになるかって言ったら、ゼロになることはないんですよ。今でもレコードプレイヤーとか、レコードの針とかね、芯ですから、それからカセットテープとかを使う人っていて、何を隠そう、私の母なんてね、新車を買うときにカセットテープが付いてないと買わないって言って、カセットテープが前提だったらしいんですよ。ね、CD も聞けないし、それから MD なんて入んないですよ。もうカセットテープだけです、うん、でもそれがないとカセットしか使えないのよって、 MP3 とかないわかんないやってなってるんで、ニーズがあるんですよ。だからカセットテープを車に搭載するっていうニーズはゼロにはならないんですよね。ではこの状態のことを何て言うかっていうと、これはですね、残存者利益って言います。業界がどんどん縮小していって、どんどん離脱していく中で、最後まで頑張ってそこに居続けた人っていうのは、需要と供給のバランスがこう釣り合ったところで、もうね、独占状態、寡占状態が取れるんですよ。それが今言ったカセットテープの市場であったり、レコードの市場であったり、カセットテープの市場であったり、携帯電話のあれですか、ポケベルの電波だったりするんですよね。だから実はですね、先行者利益に皆さん目を奪われるんですけども、そうじゃないと。古いことをずっとやり込んでいても、やり尽くしていても、それはそれで利益が取れるんですよ。ちょっと面白い例をお話しますね。これ何か分かります？うん、ご存知、テレビゲームなんですよ。今電池が入ってないんで、ちょっと電源を入れてお見せできないんですけども、私が小学校のね、3年生か4年生ぐらいの時に、これが8800円で売られていた、本当にね、売れ筋の花形だったです。当時ファミコンもまだなかったと思いますけども、こうやってね、1台のゲーム機を買うと1個のゲームができるんですよ。これなんかインベーダーゲームみたいで、すごく当時流行ったんですけども、私はこれがですね、お金が当然なくって、お父さんお母さんにも頼めなくって、ずっと欲しかったんですけど、買えなかったんですよ。でも今こうやって買えるんですよ。もう値段とか関係なく買えるんですよ。で、当時を懐かしんでゲームがプレイできるんですよね。っていうか、これを持ってるだけで本当嬉しいんですよ。こういう風に時代遅れのものっていうのも、レトロゲームっていうんですけども、今市場がしっかりあって、昔のゲームウォッチとかね、今再販売されてないですから、当時の中古のものが結構高値をつけたりするんですよね。懐かしいものってこういう風に残存者利益があるんですよね。で、今私、車がトランザムですけども、トランザムの83年式ってのも、これ車体がないんですよ。トランザム自体もないのに、トランザムの83年式はもっとないんですよ。ですんで、これはね、もう車単体で見たら、鉄もボロボロで、修理がもう度重なるほどいる。車を買った時と同じぐらいの維持費が毎月かかるんですよ。なのに、もう引く手はまだなんですよね。なぜなら、日本に1台とかね、世界に数台しかないっていう希少価値がついている、これも残存者利益の一つなんですよ。トランザムが販売された時っていうのは、本当にね、値段がある程度上がって、あとは中古車価格っていうので、やっぱ50万とか100万になったんですけども、今、100万とか200万では、もう全然買えないです。そして私がトランザムを買った瞬間に、まあ、市場から1台消えるわけですから、その1台が消えたことによって、また値段が上がるってこと。これ、R34 でも同じことが言えますよね。R34 の専門のメンテナンスショップってあるんですけども、もうそこはですね、やっぱりメンテナンス、ものすごく細かくやるんですけども、やっぱり費用が高いですね。部品とかメンテナンスも専門的なものになってきますから。こういった形で、
ある時期流行ったんだけどブームが去ったものっていうのも結構ビジネス的には狙い目なんじゃないかなと思うんですよね。さあそれですね、今日ちょっと話題がちょっと変わりますけども、新野くんが10万円の商品を売ったということ、本当にねこれね難しいようですけども、やることはとってもシンプルです。吉田さんも言われてましたけども、商品を設定してそれをセールするだけなんですよ。でその土台として信頼関係がないといけないんですよね。プラスその人が欲しいと思ったものを売らないとなかなか売れないんですよ。でも信頼関係があったらそもそもその人が欲しいと思うものしか売らないですよね。でもしね信頼関係が築けていないとしたら、それは自分の人生を反省した方がいいです。そんなね10万円のものすら売れないようなそんな人生を歩んできたことを本当に深く反省して、これじゃいけないと思って、今日からですね信頼していただけるような自分に変わっていかないといけないです。で私はちょっとね言い過ぎになるかもしれませんけども、今回はっきり言わせてもらいますけども、商品がコンスタントに売れる人ってその人の人格がコンスタントに信頼されてると思うんですよ。でもセールスの時だけ現れる人ってやっぱ嫌でしょ。そうじゃない、普段から信頼される人間になろうと思ったら、普段からもう無償であろうが優勝であろうが尽くしまくって、皆さんがこれやってくれたらいいのになってことを敏感に感じて率先してやってくれる方、それこそ私利私欲なく自分の行動で皆さんのね、メリットを少しでも導き出してあげよう、自分の力をこういう時に発揮しようっていう風な日々、こういうのを送ってないといけないのかなと思うんですよ。人によっては自分のメリットがないことはやらないみたいなことをかっこいいと感じている人がいますけども、こういう人には信頼は集まりにくいのかなと思います。ウィンウィンっていう考え方も私同じだと思うんですよ。あなたも私も良くなることだけやろうねっていうウィンウィンの思考ってのは、ともすれば誰かが一方的に儲かることを嫉妬する希少思考にもなるんですよね。ギブアンドテイクも安っぽいと思います、ね、ギブアンドテイクっていうのは要するにどっちもどれだけ同じぐらいだけ差し出しましょうみたいなことだと思うんですけども、いやそうではないと。もらえなくても自分にメリットがなくったって人のために尽くしたいよってことを繰り返すことによってやっと信頼関係って得れると思うんですよ。その信頼関係の上にたまに行うセールスってのが胸に響いて、よく自分に売ってくれたありがとうって感じで、その人の必要なものとそして金額の折り合いがつけばスッと嫌がらずに買っていただけるんかなと思うんですよ。でリピートが起きる方ってのはセールスすることが喜ばれてるって面があると思います。まあ、ですんでね、吉田さんみたいな少ないお客さんにリピートを起こしているっていうのは、これはね、やっぱりプロの商業だと思いますよ。だから普通の人ができないと思います。ただ、普通の人ができないんで、普通の人を意識するんだったら、普通の人を早く脱出していきましょう。自分は普通の人だからといって、普通の枠から抜け出ないことをすれば、それは普通のセールスしかできませんからね。苦しむことになります。過当競争になります。でもそうではなくて、早く自分は普通の領域から抜けて、特別な特質的な自分のビジネススタイルを確立していく。まあそのために必要なのが、だから私利私欲なく動くってことですね。普通の人は私利私欲なく動いてます。あ、違う、逆。私利私欲しかでしか動きません。それやって自分に何のメリットがあるのってすぐ感じます。そうじゃないんですよ。目の前に困った人がいたら助ける。このシンプルな発想で行動する人こそ信頼される人になるんではないかなと思いますね。やっぱりそっからお金がかかるんでとかね、いちいち言うこともなく、それはね、人に尽くしていけばここまでやっていただいてお金払わなくていいんでしょうかって気持ちになりますよ。人はそこに商品のセールスがあったら恩返しのつもりで、商品自体はそんなに必要じゃないかもしれないけどもお金払いたいんで口実として買ってみるみたいなね、そんな人の気持ちってのも偏方性のルールってのもあるんじゃないかなと思いますけどね。もちろん私が考えているものと別の考えもあると思います。ただこれ億万長者合宿のやり取りなんで、私は自分が億という金額を短期間で作り上げた時の思考をお話しするだけです。その他の考え方もあると思いますけども、おそらくその考え方では3年で1億円というお金は作れなかったと思います。ただそれだけの現実があるかなというふうに思いますけども、どういうふうにお感じになったでしょうか。それではまた会いましょう。